さあ早速ね開けてみたいと思います。さあどんなアリが出てくるんでしょうか。せーの、うわー、いっぱい入ってんだけど、うーなんかちょっと気持ち悪いな。苦手な人は苦手でしょうねこれね。うわめちゃめちゃいっぱい入ってるよこれ。キアリって書いてあります。こういうのいるのかな本当にね。なにこれ。ちょっとゾワッとするわこれ。うわいっぱい入ってますね。はい、一匹にするとこんな形になってますね。東京だとねなかなかアリを見ることもないんですけど、田舎だとはね大体巣から出てきますよね。はい、じゃあ次行きましょう。せーの、うわうわ、これね一応ピンクっぽいんですけど赤アリと書いてありました。赤アリなんだ。うわ蛍光色だね。はい、一匹にするとこんな形です。まあ基本形は一緒ですね、色違いってことだね。はい、じゃあ次行きましょう。今度は何アリですか。おっ、これは黒い。行きます。ほいほい、うわー、お気持ち悪いこれ、気持ち悪いこれ。やだなこれ。今ね自分でモニター見てて焦ったね。あーダントツ気持ち悪いわこれ、びっくりした今。あーあー気持ち悪い気持ち悪い、恐ろしいわ。ええー、やっぱり色って重要だね。やっぱり人はね、昆虫がいっぱいいると恐れるよね。うん。噛んじゃうぐらい恐れるよね。うわ、これいたらやばいわ。ちょっとやだわ。手にブーってくっついたら、もう想像しただけで嫌ですよね。でもやっぱり一番アリっぽい。はい、これ最後です。なぜか一個だけ赤い缶なんですよね。せーの、最後は何ですか？うわ、スケルトン？うおー。あーなんかこれはこれですごいね。はい、最後はこれシロアリです。うわシロアリやだね。シロアリといえばねほら家をかじって崩しちゃいますからね、柱とかこう崩れてくるんですよ。まあ結構透き通ってる感じですね、スケルトンっぽい。まあでも黒よりは気持ち悪くないかな。せっかく